416で4両って書いてあるんですか。あ、本当です、はい、じゃあこれで僕は最後を多分迎えます。はい、はい、いや、すいません、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。侍ありがとう。またね、どうもお箸ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、いえ、すいません、こっちが助かりました。じゃあまた、はい、またで、はい、はい、ありがとう。はい、GPS チェックイン、枕崎線編終了しました。あ、素敵な出会いありましたね。あの2人のコンビ、とても好感を持てます。ありがとうございました。あ、日本車両さんはすごい切符のこと詳しかったですね。あと飛行機のことは詳しかったので、すごい僕勉強になりました。もう僕はもう本当知識があまりないということがもう本当によく分かりました。本当いい勉強でした。ありがとうございました。はい、ここでひろゆき Z です。次は、最後 GPS チェックインの最後を迎えるのが熊野城駅というところが多分最後になります。そこの鹿児島中央駅から、仙台駅940円、この区間ですね、仙台駅からはまた九州新幹線乗りますので、この区間最後のGPS チェックイン区間となります。はい、仙台駅までの在来線切符買いました。940円で、本日は鹿児島雨です。ちょっとせっかくなんで鹿児島駅から出て、中央駅から出てみましょう。ウェルカムトゥ鹿児島。鹿児島に初めて来たのがですね、2014年の3月、今と同じくらいの、この九州新幹線の乗り放題の日に母親とですね、来ました。母親はまあその1ヶ月後に亡くなってしまうんですけど、最後のですね、旅の思い出の地ですね、母親とですね。はい、ここの鹿児島中央駅、観覧車あります。今日はもうちょっとあいにくの雨なんですけど、ですね、まあ、特にこの鹿児島どこか寄ろうかなっていうとかないですね。時刻は今15時57分、仙台行きの普通列車が16時30分なので、さっき電車の列車の中でも食事したんですけどね、その中のいい2人、日本車両さんと DODO さん、ドドさんやったかな。あ、とても面白い2人組でしたからね。本当やっぱツイッターをもっとしなさいと説教をされまして、ツイッター上げたいと思います。真摯にね、そういうことは受け止めてですね、行きますので、ひろゆき Z をまた皆様の手で盛り上げていただければと思います。はい、約1ヶ月前も来ましたね、こちら。食事をしたいなと思ったんですけど、ちょっとこの人の多さじゃちょっと鹿児島中央では無理かもしれない。博多より人おるんじゃないか。はい、もう結局鹿児島中央駅もう改札の中入ってですね、もう仙台駅に乗るために備えたいと思います。はい、こちら在来線入り口、はい、切符で行きます。多分仙台までは IC 乗車でも行けるんじゃないかなと思うんですけどね。侍さん、侍です。一刀流。じゃ、俺はもうね、切符を買ってね、もう行くんですよ、これ。了解です。一足先に福岡県に戻ってきます。はい。はい、同じ福岡県の侍。はい。はい、じゃあ自己紹介を。はい。よりよいドゥードゥと申します。はい。はい。ぜひよろしく、彼をよろしくお願いします。いい男です。はい。じゃあ。
じゃあね、はい、ですね、何番ホームか、仙台行き2両編成じゃない、はい、3番乗りはですね、普通4両16時30分この仙台行きに乗ります。川内と書いて仙台。あ、ドゥードゥさんです。ドゥードゥさん DODO O はちっちゃいですよ。ドゥードゥさんとあの日本車両の兄貴、もう飛行機と切符のことのカードかもクレジット決済も詳しい。玉手箱が来てます。そうですね、イブ玉とイブスキー玉手箱が、あ、ちょうど閉まりましたね。イブスキー玉手箱、GPS チェックイン、あと残る11駅です。もうクリアするん、クリアしますよ。今回の、JR 九州のですね、九州新幹線フリー切符、それから、私が、引き続きやっていたあの JR 九州アプリ GPS チェック、全駅制覇チェックインラリー、チェックインラリーの旅はもう今回をもって最終回となります。次の動画ぐらいで最終回を迎えました、しかもう終わりましたという報告なんだと思うんですけどね。ここ鹿児島中央駅、鹿児島県の鹿児島中央駅です。あいにくの雨なんですけどね、おそらくこの GPS チェックインを最後に、完了するであろう車両4インチ合計、さっきほど あの彼が言ってましたけど、すごい揺れるよと言ってましたけど、この列車が最後の、私の愛機となるんでしょうか。だそれですよね、駅メモとかいうですね、駅メモやったかな、アプリをね、ドゥードゥさんがね、僕にあの強制的に仕込んだんですけどね、また そっちもなんか GPS であの駅をチェックしていくというゲームなので、またねそっちもねいろいろね見てみたいと思いますけど、はい、はい、仙台行きの普通列車の入線です。はい、GPS チェックインの旅、最後の相棒の登場です。41号系電車です。はい、これでやりますぜ、最後。はい、イブスキーのタマちゃんが止まってます。キハ478060、まだ4時30分までは時間があります。この415のですね、モーター音は結構子供の頃からよく聞いてる音なので好きなんですけどね。この国鉄車両いつまであるんでしょうか。すごいロングランの車両ですよね、これは。私の地元福岡県からはもうだいぶ減ったんですけどね。この音をですね、父親とバイクで近くの駅まで行ってよく見ました。これもう先に485系の特急電車っていうのはもうなくなっちゃいましたけど、この415系は今でもこう走り続けてるという。
こいいですね。ずっと使われてるということはね、それだけいい電車ということでしょう。あら、玉手箱はもう改装されてどっか行きましたね。787系特急電車、霧島号です。はい、特急霧島宮崎行き、霧島14号が発車です。この発車シーンを見てから、最後の、仙台行きに、乗車して GPS チェックイン、ラストを迎えたいと思います。霧島号発車していきます。はい、僕は今日、鹿児島に来るということで霧島号に合わせてこのグレーの服とグレーのズボンで、すごいネズミ男みたいな格好なんですけどね、全身ネズミ色で、はい、灰色カラーというんですか、コーディネートしてみました。はい、貨物列車もついでに一発撮りましょう。 EF81 気動車です。なかなかすごいブレーキ。はい、最後の愛機となる、GPS チェックイン、最後の愛機となる415系電車、こちらに4時半出発です。今時刻は、4時20分、10分前の乗車ということで乗ります。こちらですね、仙台といっても宮城県の仙台じゃなくて鹿児島の仙台、はい、こちらに乗車して最後の旅を、 GPS チェックイン最後の旅をとなりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。鹿児島中央駅からでした。